よし、再び最初の洋館に戻ってきましたけど、ちょっと俺まず最初に試してみたいことがあるんだよね。いや、ウェスカーがドアノブ直したって言ってたからさ、前回最後に逃げてきた扉を戻って、あの新しく出てきたトカゲみたいな怪物にハンドガンぶち込んでみたいんですよ。前回ショットガン2発で倒したけどさ、ハンドガンだとどんくらいかかんのかなって。なんかハンドガンの弾ばっか余っちゃってるからさ、もったいないような気がして使わないと。ショットガン強いけど温存できるもんならしたいしね。あ、やっぱ死体なくなってんね、前回ここで倒したやつ。じゃああのトカゲは復活はしないんだ、やっぱり。で、ここな、ウェスカーが直してくれたんだな。ドアのノブが修理されている、見たかったな。ウェスカーがせっせとクリスのために修理してんので、ここにいる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 、ちょっと待って、うわ、射程長くない？あー、これ避けらんねー、動き早いな。よし、背後取ってもすぐ振り向くな。どうしよう、やったか、やった、ダウン取ったっぽい。あ、倒したな。ふぅ、強いな。結局最後に一発二発余計な弾も使ったかもしんないけど、でも10発近く使うんだな、ハンドガンだと。ちょっとダメージ受けちゃったし、ちょっとこれ難易度高いな、ハンドガンで立ち回るのは。こいつ相手に試しにやってはみたけど、ショットガンの方がいいなこれは広い場所だったらなんか逃げ回りながらどうにかなるかもしんないけど、そんな広く立ち回れる場所ないもんな、洋館の中。ああ、もうよくわかったわ満足しました。無理っす、ハンドガンじゃ。じゃあアサルトショットガンだけ持って、武器はで一応弾も持ってって、うん、この4つのアイテムで進んでこうかな。やっぱり一応ちょっと回復しようかな。調合ハーブぐらいだったらちょうどよく回復できるか。レベッカに手当てしてもらいたいけど、あっちいんだもんね、レベッカ寄宿舎の方。ウェスカーなんか心配いらねえからこっち来てほしいよねあいつ手当ていらないでしょ。で、兜の鍵を手に入れたから、それで開けられる場所を片っ端から開けていきたいわけだけど、まあいくつか心当たりはあるよ。ちゃんとこのアイテム部屋の階段の上の先にまず1個あったでしょ、この辺だと。ここの先、兜の鍵か。でいよいよこの洋館も全部調べ尽くすんだよね。でもやっぱこの洋館が一番雰囲気あって怖いよね。寄宿舎そこまで怖くなかったからさ、ハーブ取っとこうか。なんかここにハーブやたらたくさんあんのも怖いんだよな。こっから先ダメージ受ける場所ありますよみたいな感じで言われてるような気がして。じゃあ一つ調合してアイテム欄一個開けとこう。よし、ここ兜の鍵。洋館調べ尽くしたらもう終わりなのかな。でも今どのくらいの位置なんだろう、ストーリー的に。ん？なんだこの像、押せたりする？あ、押せるな。ん？こっち、ほい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 。え？あ、死ぬ死ぬ死ぬあー、なんかこの像を押して間に挟むとか、あの迫ってくる壁の。あ、でももう閉まっちゃったな。あ、こっちも来れるんだ。あ、裏行ける、もしかして。母子の絵が飾られている。よく見ると左下の部分が人の顔にも見える。いや、見えないんだけど。どこ、左下の部分が顔に見える、全然わかんねえなで、こっちは、あ、
ここは安全。え、なんか似たような像あんじゃん。ん？スイッチがある。押しますか。怖っ。これ壁元に戻んじゃないの。ん？ですよね。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。クリス、あぶねえ。あ、今のうちにここ、あ、やばい、邪魔だなぞ。これ中に押しちゃっていいのか。一回押してみよう。ん？あれ？壁戻ってきてない。戻ってきてる。あれ？これペシャンコになっちゃうかな。中の石像。大丈夫？どうなってんの？あ、見れないな、中。あ、見れるわ。これを繰り返してもっと奥の方に像を運んでいったら、なんかなるかな。ここ往復すんの間抜けだけど。急いでー。で、今のうちに、押してみる。え、てか、この先そもそも何があるんだ？まず見てみよう。クリスだけで。ん？あ、なんか、あー、戻ってきた！石像をはめる場所みたいなのがもう一個あるね。あそこにはめるんだな。この往復を繰り返して。これ、あれだな。あの、ショットガン外そう。少しでも早く走れた方がいいわ。急げー！すごい。クリス一人でシャトルランしてる。押して押して。頑張って。戻り早いよ。あー、もう無理、もう無理。もう無理っす。あ、でもあれか。この状態にガシャンってなっても、あ、クリス一人分入るスペースはあんのか。一旦奥まで押そうか。うん。OK。で、もう一回押して、横に運ぶ。やっべ、動画始まっていきなり単純作業を見せてる。いいのかな、これ。カメラの切り替わりが鬱陶しいんだよね。で、横。ここまで来たら、あとこっちに押すだけ。頑張れ！あ、あ、もう無理だ！あ、戻される！なんで戻すの？クリスが一生懸命押したやつ。ひでえことしやがる。もう息上がってるよ、クリス、多分。さすがにこんな全力ダッシュ繰り返してたら。あ、いけた、いけたわ。あ、こっちに押し続けるだけでよかったのね。で、これ先通っていいの？ここにもスイッチあるけど。あ、これ別に関係ないんだ。あ、ここのスイッチ向こう側から見たやつか。壁の奥から。で、何がある？あ、助かる！先行手榴弾。何度も助けられたからな。手榴弾には。で、ん？何これ？足元に穴がある。先はよく見えない。降りますか？え、だってさ、はしごとかじゃないんでしょ？穴なんでしょ？ただの。戻ってこれる保証なくない？え、ちょっと待って、ここ2階だよな。ここの真下どうなってんの？え、行ったことある場所か？いや、降りてみるしかないよな。一応ショットガン装備しとこう。せっかく、このめんどくさい仕掛け解いたんだから、単純作業を繰り返して。で、ん？何これ？あ、ん？そんなに深い穴じゃなかった。最後の章、上を取りますか？最後の章？最後の書なのに上なの。下巻あるんでしょ。最後じゃねえじゃん。ん？表紙の文字は何を意味してるのだろう。え、イーグルオブサウスウルフオブノース。なんかくどいな。え、北の鷹と南の狼みたいな。なんか謎解きに関わんのかな。あー、裏に、なんか、イーグルっぽい紋章ついてるけど、下巻にはウルフが書いてあんのかな。開ける？あ？本の中にメダルが入っていた。ほほう。あー、このメダルをなんかどっかにはめるんだな。最後の章、ジョーに入っていたメダルだ。特別な使い方があるのだろうか。
いや、この手のやつはもうどっかにはめる以外の使い方ないでしょ。これ一旦アイテムボックス行きかな。これ戻れる？クリス。え？これ戻る？ん？なんだこれ。出られない。どうしても館から出ることができない。ホルマリンに使った生物標本が並んだ不気味 な研究室。水の滴る陰気な洞窟。ああ、なんということだ。私は発見してしまった。あ、ちょっと待って、これ日付書いてあった。1967年。だいぶ昔だな。Tウイルスが、漏れるよりも。私は発見してしまった。見覚えのあるハイヒールが片方だけ廊下に転がっているの。ジェシカ！妻も娘も私と同じ運命を辿ったのか？いや、二人ともきっと生きてる。あれ、どっかで聞いたっけ？ジェシカって名前。ん？で、喉が渇いた。もう何日も食事をしていない。気が狂いそうだ。なぜだ？なぜこんな死に方を？この館の異常な設計に心を奪われた私が悪かったのか。暗い、ジメジメした地下道だ。ここも行き止まりか。いや、何かある。私は震える指で最後のマッチをこすった。墓だ。墓？ああ、なんてことだ。そこに刻まれた名前は、ジョージ・トレバー！私ではないか！自分の墓があった？奴は最初から私がここで息を引き取るのを計算し墓を用意していたのだ。それにまんまと乗るなんて。もうダメだ。意識が遠のいていく。ジェシカ、リサ、私を許してくれ。もうすぐだ。お前たちを私のエゴの巻き添えにしたことを許してくれ。せめて私の生命と引き換えにお前たちの安否を。ジョージ・トレバー。あ、ジェシカとリサはこの人の家族なんだよね。あ、見覚えのあるハイヒールでジェシカって言ったのは、ああ、家族も私と同じようにこの館に閉じ込められたのか、みたいな。そういうことなのかな。後々ちゃんと意味分かってくるかな。あ、で、この墓のことか。小さな墓に名が刻まれている。ジョージ・トレバー。スイッチがある。スイッチ至るとこにあんな。どうなってんの、この館。押します。スイッチだらけじゃん。あ、はしご。え、さらに下に潜んの？どこまで行っちゃうのこれ。うわー、降り始めた。え、戻ってこれる？一旦アイテム預けたいんですけど。敵いる？うわ、照準向くんだけど。なんか向こう、はっ、おらー、やったるわー。え、まだ生きてる。うわー、あ、前クモ倒したときは2発で済んだ気がするんだけどな。3発かかったっけ。まあでも多少、何発で倒せるかっていうのはブレがあんのかな。え、ここ通りたくないんだけど。取って大、ほらもうジャバジャバ出るじゃん、体液。え、向こうにもいるな。いるな！で、ショットガンだから、接近して使った方が威力は高いんだろうけど。あ、今一発外しちゃったか？大丈夫か？やったな。ああ。なるべく接近して、撃った方がショットガンは弾節約できるんだよね、多分。威力高いから。難しいな、使い方が。で、ちょ、ここどこよ？あ？洋館 B1、地下。右側は行き止まりで、左側に扉がある。じゃあ先に行き止まりの方に行ってみようかな。まだいるかな、敵。ここにはいない。ダンボールの中に脱皮した雲の抜け殻がある。え、なんかその下になんか落ちてない？あ、助かる。この館弾薬多すぎない？弾薬至るとこにある割に武器自体はそんなに落ちてないんだよな。じゃあそっちの扉通りたくねえ。ジャバジャバだもん。あ、行ける。怖いな、この調子だと。この先も敵いるだろう、どうせ。え、カモン。あ、いや、足音するじゃん。なになに、これ誰の足音？え、声、そこ行くの、声。向こうから来てくんねえかな。曲がり角曲がってきたら、
ショットガン接射するからさ。でもまだこっちに気づいてる感じじゃないのか、位置的に。あ、来た。あ、普通のゾンビかこれ。オーガー、オーガー。あ、普通のゾンビなら怖くないな。あー、近い。なんでもう一人いるの。ダガーナイフもったいないじゃん。いやー、ずるいよそのブラインドは。あ、そこにダガーナイフある、もしかして。やった、回収。回収ではねえけど、刺したやつもちゃんと回収してほしいんだけどな。ずっと言ってるけど。あー、これ以上拾えないな、アイテム。ハーブあるけど、どうしようかな。これ燃やす必要あるか。こんな場所もうそんな何回も往復しないと思うし、燃やさなくてもいいかな。あ、これあれか、あのキッチンにつながってんだ。なんか内側から鍵かかってるって感じだったもんね、キッチン。でもハーブ回収しにまた来るかもしんないしな。どうだろうね。でもいっか、燃やさなくて。ここはこのハーブも別に回収しなきゃいけないって状態にならないでしょう。こっち進めるんだけど、いないよな。うわ、怖っ。ちょっと待って、あれ触って大丈夫？エレベーターの電源装置のようだ。メインヒューズが焼き切られている。切り替えますか？大丈夫？今めちゃくちゃ水に浸かってるけど、あん時のサメみたいにならない？電源が回復したようだ。あ、よかった、穏便に回復したわ。あ、じゃあエレベーター使えんだね、キッチンのエレベーター。そう、電源入ってなくて使えなかったんだもんな。でもその先に進む前にアイテム預けたいな。今アイテムいっぱいで何も拾えない状態になっちゃったから、オイル持ち歩く必要ないか、もう。一応なんか持ち歩かないと俺不安でさ。オイル、ここだね。これ以上アイテムはないかな。ん？よく見ると割れた皿にラクーンシティのマークが入っている。まあどうってことない話だな。あー、この先のキッチンに倒したゾンビいたよね。今、ああ、弾補充しとこう。復活してるかもしんないな。どうしよう、してたら。鍵開けた。弾ちょっともったいない気もするけど、復活してたらもうぶち込むしかないよね。いるか？なんか今照準が勝手に、あ、そっち向いたわ。誰かいるな。誰かいるけど、このカメラワークが気に入らねえんだよ。あ、倒れてるゾンビか。あいつ復活するだろ、近づいたら。ちょっと待ってくださいね。このまま進んでみるか、アイテムボックスに一旦戻るか、決断を迫られてるな。やるか。やるわ。ぶち込んでやるわ、リチャードのアサルトショットガン。これもう先手必勝じゃない？オーガー！どうよ。あ、血だまりできてる。一発で倒したわ。ちょっとここエレベーターがあるってなると、もしかしたら何回も来ることになるかもしんないし、エレベーターに乗るためにこいつ燃やしとこう。久しぶりに炙っとこう。表面軽く炙っときますね。よく燃えるぜ、アンデッド系は。一応エレベーターどうなってるか確認はしておかないとな、じゃあ。こいつは照準くるって向かないから大丈夫か。でも燃やした方がいいのかな、せっかくだから。せっかくだから燃やす。ボトルに入ってる燃料を使い切って、またどっかで汲んできた方がなんかいいかな。炙っときますね、せっかくなんで。外はこんがり、中はふわっと。焼いときます。よし、でここよ、使えるはず。エレベーターを使いますか。ちょっと怖いけど行くか。行くだけ行ってみよう。アイテムいっぱいでなんか拾えないとかなったら、それはそれでそん時に戻ればいいし。うわ、怖い。
ちょっと待って、何この角度。こんな狭い空間で襲われたりしないよね。ああ、よかった。今のカットいるか？せい！いるかな、敵。うわ、向いた。ショットガンがあっち向く。いるな、そこに。いるー！いるー！おい、もうオイル持ってねえぞ。ハーブが落ちてる。うん。あれ？あれ？そっち俺が来た方向じゃなかったっけ？おかしいな。おかしいな。おい、そんなに弾使いたくねえんだから。ああ、これ戻ろっかな。戻ってオイル持ってこようかな。もう早速俺不安になってきたよ。で、ちょっと間取り、間取り見てみよう。洋館2階の、あ、全然来たことないとこだ。あ、でも今いる部屋の西側の扉もあれ、兜の鍵なんじゃなかったっけ？別にエレベーター乗らなくてもそこ経由で来ることはできたんだな。じゃあちょっとその下の小部屋みたいなの行ってみようか、試しに。あ、エレベーターの奥に、あ、道あったんだ。こっから出てきたんだ、ゾンビ。なるほど。で、ここがそのなんか小部屋みたいになってるとこね。入りまーす。こんなちっちゃな部屋に敵はいないでしょう、さすがに。ですよね。ヘイ！ん？あ、大丈夫だ。大丈夫だな。ああ、ショットガンの弾ある、助かる。お、リボルバーの弾もあんじゃん。これ以上持てません。持って帰りてー。ああ、いいもん見つけたな。ほんとこの館弾薬だけは多いな。武器少ないくせに。先行手榴弾、助かる。で、なんかそこにもあるな、アイテム。棚には鹿の剥製や埃をかぶった小道具がある。あ、なんかこれバッテリーっぽいな。バッテリー必要な場所中庭にあったもんね。あ、これ進めるか？これ取れば。ただちょっと今はあれだな、アイテム整理してからまた来る必要があるな。あ、よかった、一応収穫あったね、今回も。そんな言うほど進んではないけど。じゃあこれもう一回帰ろうか。帰ろう。アイテムボックス戻って、そこの西側の兜の鍵開けてさ、あんまりチンタラしてるとまたここ来た時にゾンビが復活してるかもしんないから、さっさとここら辺のアイテムは回収して二度と来ないような状態にしよう。復活されると厄介だ。あー、ちょっと待って、この鏡の部屋って復活したゾンビいるんじゃなかったっけ？どっからどうやってどこを通ろう。こっち行こう。で、前にリチャードが寝てた医務室にもう1階経由で戻ろうかな、一旦。で、この先が医務室だけど、この部屋に灯油くめる場所があったはず。いや、いろいろちゃんと覚えてるな。情報が役に立っている。オイル使っちゃったからね。はい、灯油をボトルに移した。これでまた炙れるぜ。炙れるけど、でもなんかやっぱ俺燃料持ち歩いちゃってるけど、燃料ってやっぱなんだろう、持ち歩く優先度そんな高くないよね。どうしよっかな、悩むんだよな、その辺で。この部屋今誰もいないのか。リチャードもいないし、レベッカもまだあっちにいるはずだから。あー、いねえよレベッカ。ちょっとだけ期待してたわ。レベッカ戻ってきてくんないかなって。使い古しのベッドだ。じゃあ大足のメダルは一旦預けとこう。何かにいずれ使うことはあるんだろうけど、今使い道がわからないので。じゃあ調合したハーブも緊急時のために取っておく。燃料ボトル悩むな。でも燃やしたい瞬間ってあんだよな。ゾンビを燃やしたい瞬間ってありますよね。でも今は預けとこう。よし。あー、ちょっとこのまま今回終わりたいなって気持ちもあるけど、
勇気出して回収だけしてくるわ。さっきんところさっさと回収したいもん。あのマグナムの弾とかさ、貴重品だから。さあ戻ってきました、さっきの小部屋ね。貴重なマグナム弾、マグナムいつ解禁しようかな本当に。でそこのバッテリーらしきもの、これ確実にキーアイテムでしょ。バッテリー、イエス、進むな。これは次回また進められるな。これでエレベーターを動かすことができる。なんかあれだよね、中庭のやつだよね。うん、でも中庭にまた行くことってあるんだな。そっか、この洋館で終わりじゃないか。まだこれまだまだ先長いな。で、あ、やべえ、先にハーブ取ればよかった。こっちの部屋のバッテリーとかより先にハーブ取っとけば調合できたんだよな、ここのやつ。まあしゃあないな、これはこれ以上持てません。一旦これまた帰るしかないわ、帰るしかないな。いやでも勇気を出して回収しに来てよかった、収穫ありましたよ。帰ろ。よし、何事もなく無事に帰ってきましたよ。すいませんね、今回はなんかあんまり大騒ぎするようなシーンとかなくてそれを期待してる人もいるのかもなとか思ったりしてますけど、じゃあそうだな、燃料は基本持ち歩かなくてもいいのかもしんないな。別についつい持ってっちゃうけど、ショットガンとショットガンの弾と鍵だけ持って行動してればいいかな。よし、じゃあセーブして終わりましょう今回は。でもまだ兜の鍵を使ってない場所、館の中にあるんだよね。バッテリーっていうキーアイテムを手に入れて、バッテリーは多分中庭で使うんだと思うけど、まあ、中庭に行く前に、うん、館の中の行ける場所は全部行ってから、そうだね、バッテリー設置しに行きたいね。まあそんな感じでまた次回も進めていきましょう。ありがとうございました。